こんにちは。見守る子育て研究所の小川大輔です。本日はスペシャルゲストをお呼びいたしました。幼児教室、そして小学校受験の世界で多大な実績を重ねてきている進学会教育研究所所長を務めていらっしゃいます飯田道夫先生です。はい、こんにちは。飯田でございます。よろしくお願いします。小学校受験指導で多数の合格実績をお持ちなんですけど、これまで3000人以上のお子さんを難関校に導いてこられた。小学校受験の3000人というのはちょっと中学受験の3000人ともう一桁規模意味が違うと思うんですが、一人一人のお子さんのやる気を引き出す名人という定評を僕も聞いていますので、本日非常に楽しみにしてるんですが、先生はこの9歳までの男の子の育て方という本も出していらっしゃって、とても刺激になるというか、はっ、そういうことかと学べるというかね、お子さんのことを見つめ直せる一冊だと思うんで参考にいただければと思います。それ本当に今日はね、ありがとうございます。お力いただきまして。はい。で、飯田先生ね、はい、僕も中学受験をこう30年ぐらい関わってるんですが、はい、実はもうここ最近この5年6年は9歳までの子どもたちの育ちの方に注目して、どちらかというとその子育てをお手伝いする方に軸足を移してるんですよ。はい、受験教育って小学校4年以降の子を対応することが多いんですけど、正直ですね、まあ、どの子も上げれるんですけど。はい、すでに傷ついたりとかですね、すでに自分の伸びしろを見失っている状態の子どもたちがあまりにたくさんいて、そこからなんとかかんとか成績を取らせて自信を回復してから受験に行くっていうことに疑問を持つようになりまして、この至る前にもう少し豊かに伸び伸び育まれないものかなということで9歳まで注目をし始めたっていう経緯があるんですね。で、先生もまさにそこの部分のプロでいらっしゃるので、これまでの取り組みの中で子どもたちの育ち方、9歳までの学び方というところ、ポイントを教えていただければと思うんですけど。お教えするほどのねあれではないですけど、今先生もおっしゃられた受験に対応なさる中でもっとその前の段階で大事なところがあるんじゃないか。まさしくうちの像でして、いろんな幼児教室が小学校受験幼稚園受験ってやってますけど、やっぱりその歴史がいろいろ違うんですね。で、実は東京で最初に始めたのは昭和31年。戦後にですね、やっぱり民主化して私学の小学校とか増えたんですよね。で、今も国立私学全部合わせまして、300前後という数で推移してますけど、小学校受験そんなに受験する人が多いわけではない。そうですね。実は私も田舎者なんですけど、田舎だと国立の付属しかない、私学の小学校なんかないっていう状況の中で、いろいろやってきた。で、受験だからこの課題が出るからこんな風に教えたらいいみたいな教え方をどうしてもしてしまう、実は幼児教師さんも多いように見えるんですね。僕の以前の幼児教育のイメージがまさにそれで、座り方を強制して、号令をしたら一列にピシッと並んで、並び損ねたのは叱られているっていうイメージの教室像がすごく強いです。なるほど。実際にでもそういったことまで要求される学校というのもないわけではない。なるほど。だからそういった対応も大事なんです。例えば明らかに女子と男子で差があると思うんですね。そうすると男子校の小学校っていうのは皆さんあまりご存じないんじゃないですかね。東京の方だと立教が行政小学校っていうのが、もう一個はもう長崎の学校です。で、実は全国に小学校からの男子校というのは3校しかない。女子だけの学校が一番多分小学校低学年はレベルが高いんですよ。次が共学、その次が男子校、ただ3校しかないんだと思うんですけど、そういう、男女の違いも含めて今思うのは、うちは幼児教育型ということで進学会長年でやってきて、幼児教育って何なのって話なんですけど、まだいまだに幼稚園保育園こども園全て管轄が違うみたいな状況の中で、幼児教育の指針みたいなものってなかなか世の中に広まっていないなと感じていまして、中学の受験以降になると偏差値っていうのもあります。うちも模擬試験やってる兼ね合いで偏差値は出すのは出すんですが、正直幼児期におけるその偏差値の意味合いがどうなのかとか、一定の地域の一定のなんていう意識の高いご家庭が小学校受験をするならば、ほとんどトップレベルの子だけしかやってないんじゃないかと。その中で偏差値出してもいわゆる全国基準とは全然違うんだろうみたいな、幼児のことが知られていないなという、今中学受験でね、4歳ぐらいから始めましょうみたいなご提言もあるようですけど、なんかね、逆算でね、こう早めに始めた方がいいんじゃないかみたいな風潮は正直困る。先生も僕も共通してると思うのは、子供はみんな伸びるようになってるっていう確信が多分あると思うんですよね。で、その子なりの伸びを僕たち大人が見つけて、それを手伝うことによって結果伸びるだけであって、何かこう凄腕ティーチャーに出会ったらどんな子も変身させられるみたいな錯覚する方いるじゃないですか。もしくはそれを錯覚させるような業界人すらいますよね。はい、でも子供それぞれがそれぞれのスタイルの伸びと時期があって、はい、だからそこのところをうまくこう合わせていってあげるというか、気づいてあげることっていうのが、はい、まさに幼児期は本当に重要だと思うし、はい、彼らは自分の状態を言葉で説明しませんからね。できないですね。ですよね。なのでそこを気づく、感じ取るっていうところが、はい、大切だと思う。その幼児教育の一つのこう軸のようなものを先生が作ってこられる過程でね、はい、それ子どもに気づく、子どものことを理解する、はい、どういったポイントというか、はい、心構えを大事にしていったらいいんですかね。いわゆるその逆算方式で詰め込む、いわゆる地域、はい、で国立の付属や私学の一貫教育の小学校っていうのは、そこをですねちゃんと考えていて、両輪だと、あくまでもその知識というのは知識だけでは活かせないんだと、人格形成っていうのが大事なんでしょうということで、必ずしも学びだけではないと。うん、まさしく幼児期ってそうだと思うんですけど、知らないものをこう覚えようとして言ってもなかなか難しい。体験してないことをですね実感しろと言われてもなかなか難しい。まず実体験だろう、はい、でそのためには親御さんがお子さんの個性を認めると同時に、どういう体験の幅の広げ方をなさるか。実は進学班の創設者はそれを巻き込みって言ってましたけど、そういったことの積み重ねの部分をしっかりやっておかないと、やはり体験がベースなのか。今先生おっしゃったこの抽象的な学び、それこそ数式を用いたりとか、はい、論理的に考えを積み上げていく、はい、そうやって子どもたちの脳の9歳のジャンプ期って言われるような、はい、この変化の時期はやっぱ経ないと、はい、なかなかフィットしないですもんね。でそれまでの時期の肉体を通した学びといったもの、それを豊かにしていくってことが大事だというお話だと思うんです。僕さっきね、一つ今日すごくやっぱり勉強になったなと思ったのが、はい、人格教育の話されたじゃないですか。はい、でこれまで、いわゆるその名門小学校は、はい、そのいわゆる高潔な人格というか正しい人のようなものを、はい、求めているって意味で人格教育なのかなって勘違いしてたんですけど、はい、今伺ってるとその子自身がどういった人格なのかということを認めて、はい、その子自身の人格なりの育ちをしっかりと立てていくっていう意味合いの人格教育なわけですね。すごくしっくりきました。幼児教育の過程で、ね、はい、親御さん自身もその一人の人格としての子供を認める、はい、受け止めることによって親としての自分というのを見つめていく時間にもなってると思う。ですね、そのあたりっていうのは親御さんに先生はどういったアドバイスをされるんですか。面接に親御さんが行くんですね。お父さんお母さんは今までどんな子育てをしてきましたか。もう正直言いますけど、大体の子がね、僕自身もそうでしたけど、まず安全第一、それから健康管理が最優先ってなりますよね。はい、ところが、幼稚園なり小学校なりから一貫教育に入れようとなさると、その学校の環境をちゃんと分かっていて親御さんが参考してないと。これは一旦お子さんかわいそうですから、そうですね、その中で学校を調べてください、幼稚園を調べてください、それをちゃんと親御さんが始めていく、準備なさっていく過程でよく感謝されるのは、はい、合格後に、実は合格も嬉しいけど最近夫婦で会話したのが嬉しかったみたいな、ね、いいですね、そういうこともよく言われますね。はい、子育てを見つめ直す機会として幼稚園の受験とか小学校の受験も一つの選択肢として入れていただけるといいのかなと。うん、そのね、9歳までの学び、それ以降とのこのつながりの話、今日テーマなんですけど、はい、僕は実は子育て本を出してるんですけど、はい、子育てって言葉に若干抵抗があって、はい、子育ち親育てっていう言葉が自分の中で一番しっくりきてるんです。子は育つんで、しかもその子なりの育ちに合わせてあげた方が一番豊かになるのはもう僕たち分かってると思うんですよね。で一方で意識的に学んで育っていくことができるのは親側の方で。はい、で子供から教えてもらうことがものすごく多いなと、ね、でそこで気づいてその子の親をやっていく知識とか技術を高めていくのがまあ親だと、はい、いうふうに考えた時に、僕はその成長に応じて距離感、子どもとの距離感をね、はい、選び直し続けていくことが見守りですよって話をお伝えしていまして、はい、ちょうどその9歳までの時期っていうのは子どもがさまざまな表現をしているからこそ、はい、すごく関わることもできるけど、今先生おっしゃった学校の環境の中でのその子の過ごし方を考えて、学校とのマッチング、選び方等もしていくっていう中で自然と子離れをしていくということが育まれるんでしょうね。いつも先生もご用意いただいたんですけど、私が1冊だけ本出してまして、9歳までの男の子の育て方っていうんですけど、最近ちょっと自虐的に反省をしておりまして、これがなかなかうまく伝わらない。育て方というとノウハウみたいな捉え方をされるんですけど、実は僕が一番伝えたかったのは、まあ内容的にはそういう内容なんですけど、9歳までの男の子って女の子と比べるとどこが違うとか、皆さんがよく知らない9歳までの男の子の育ち方を書いてるのかなって気がする。つまりこの本は、我が子を理解するための一つのガイドとして、ガイドですね。読むことによって、うちの子、こんな子が分かるということですよね。そうですね。だからまあもちろんしっかりして意識が高くて、ちゃんと立てる、ちゃんと並べる男の子もそれは一定数いますけど、ほとんどの男子は幼稚園、保育園の年長時でもまずまっすぐ並ばない、それから集まれと言った時に普通のリズムで、一定のリズムで歩いてくる子なんかもう探さないといない。まあそういうダッシュできますね。逆に心配になりますからね。ザッ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 って来られたらね。むしろその先生おっしゃる通りで、そんなお行儀がいい子を見ると、おい大丈夫かと逆に思うぐらいで。ところがやっぱりお母様方、どうしても女性なので、ご自身の記憶の中にそういう体験がないと、うちの子変なんじゃないでしょうか。進化会で私も40年弱やってますので、一番悩まれるケースは、おばあちゃまが女性の子育てしかしていらっしゃる。今までずっと女子の教育完璧にやってきたのに、突如生まれた初めての男の子のお孫さん、これは男の子かわいそうでしたよね。なるほど。宇宙人扱いされてるんですよね。もうなんか想像に難くないですね。意味がわからない行動をしてるんですよね。その回数が多いか少ないかだけの違いであって、ストレスをためずにのびのびやってるという言い方もできれば、なんか自分でやりたいことにこだわってて、周りは全く見えていなかったりとか、いろんなことがあったりするんですけど、まあそういうところから、そのどういうものの見方をしているのかってことをお伝えしていきたいなと思いますね。本当に賛同します。で今回ね、まあ、子育てのターニングポイントは9歳ということで、先生とお話の機会いただいたんですけど、まとめてみると、子どもたちが9歳までに見せてくれる姿の中で、親御さんとして子どもの人格をどう理解して、で寄り添っていくか、見守っていくかというところにさまざまな発見もあるし、親が育つし、で幼児教育の軸というその本筋も、その子それぞれの人格がどう育つかを支えていくところにこそ幼児教育の本堂があって、保育園や幼稚園やのスタイルによってなんかバラバラになってるっていうのは、なんか大筋からずれてるよねっていう、そういう理解でいいですかね。子供たちを見つめる、その一つの考えの軸であったり、ご自身の振り返りに今回の動画参考にしていただければなというふうに思います。飯田先生、本当にありがとうございました。もしいろいろ具体で知りたい方いらっしゃいましたら、小川先生に通じてご連絡いただければ、いくらでも私も協力いたします。また飯田先生からいろいろと学んでおこうと思います。今日は先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。